あ天馬、あなたはどうして天馬なの？こんなところで月がきれいですね。司会の月永天馬です。本日は松永天馬無観客ライブ七人の天馬、ご来場誠にありがとうございます。松永天馬史上初の無観客ライブ。しかし無観客とは本当に無観客なのでしょうか。その時天馬は演者であると同時に観客でした。客席に誰もいないからこそコール&レスポンスは闇に吸い込まれ、歌声はガランドーの会場に鳴り響くばかり。だからこそ天馬の自意識はますます肥大し、乖離し、分裂したのでした。結論から申し上げますと、天馬は七人になりました。今宵松永天馬をはじめとする七人の天馬がここ月見る君思うに集ったのです。天馬と天馬の対バンライブか、はたまた孤独極まれるワンマンライブか、天馬たちの共演つばぜり合いをぜひとも目撃してください。では準備ができたようです。最初の天馬さん、どうぞ。人生80年、締め切りまで80年もあるというのに、どうして人は自分の物語を書き終えることができないのだろう。書いたら死ぬから、書き終わったら生きる価値がないから、いつまでたっても小説が書けない。私、作家の芥永天馬と申します。見てください、これ原稿、これ何も書けてない。書こうと思った今は、今この瞬間に過去になってしまうんです。書くより前に過ぎ去ってしまう、逃げていってしまう。だから私はいつまでたっても自分の人生という物語を捕まえることができずにいる。原稿にしたいのに、原稿一致したいのに。だけどね、本当は知ってるんですよ。私の人生なんて所詮3つでしかないってこと。この三つだけで私の人生すべてが説明できる。そうだ、書こう。過去に囲われる前に。正義、そして死、ブラッドザーメン、エン
てるのがずらし役にならず、じっと手を見りゃ指先に白い花だけども、かけども我が命救われず、じっと手を見りゃまたの血がついてるぜ。ブラッドタイムエンドレス、そして誰かのドアをノックさそう。ブラッドタイムエンドレス、恋人のような死者のような。ブラッドタイムエンドレス、きっと誰もが見える人さ。ブラッドタイムエンドレス、ダイナマイトマイクさ。生まれて埋められて恨みっぱなしの僕らは、生と死乗り越えるのを愛と呼ぶのさ。そう、愛のために。ブラッドタイムエンドレス、そして誰かが勇気を飲むさ。そう、ブラッドタイムエンドレス、2時間弱の悪夢に託す。ブラッドタイムエンドレス、きっと誰もが眠りくさ。